ってまいりましょう。手持ちのつぶすべて紹介し終わりまで終わりません。続きましてはバグズライフよりフリックですね。アリのキャラのなんか小さい子がいたと思うんだけど、それだったかな、何だったかな。バグズライフは結構面白くて、虫に興味を持つきっかけにもなったんですけど、まあ虫嫌いなんですけどねの中でなんか行った、フリックは違うと思うんだけど、なんか鳥で飛んだ時にあーあーっていうその声を出してた子じゃない方の小さい男の子なんかいた気がするんだよな。生えてきた。あ、おうおう、お嬢様。あ、違うな。フリックってあれか、主人公か。主人公かもしんない。やべえな。後で調べて、次回パートで、こうでしたわっていうお詫びしなくちゃいけないかもしれない。確か主人公だったかな。え、でも主人公フリックなんて名前だったっけ？なんかね、バッタにいじめられてるアリたちを、アリの王国を助けるために、なんかこう力強い虫たちをこう集めるために冒険に出かけていって、で、冒険に出かけていったら、たまたま見つけたのがサーカス集団の虫たちなんですよね。蝶になったりとか、それから、イモムシちゃんだって、あ、イモムシちゃんと蝶は一緒だった。とか、なんだったっけ、ああ、もう何が出てきたか忘れちゃったな。とにかく、団長が意外とよろしくないやつだったっていう記憶があるんだけど。で、あと、なんか、なんだったっけな、アリとかが集めて、で、いつもバッタが取りに来る、なんかピーナッツっていうか、ナッツ系のやつ、あれが結構美味しそうに見えたっていう、そんな記憶ですよね。映えます。バグズライフ懐かしいな。バグズライフもう一回見てみたいな。やっぱりこう、なんて言うんだろうな、こう悪役というかね、こう、勢力、なんかもう力を持ってるやつらを、こう知恵とこう数を働かせて、こう、あー、これやっても仕方ないね、数とこう勢力を集めることで悪に打ち勝っていくっていう、ああいうこうサクセスストーリーっていうのは、こうどっちかっていうとピクサーとかね、ディズニーって愛をこう伝える作品なんですが、そういう戦い方もあるんだぜっていうのを伝える分では結構いい作品なんじゃないかなってバグズライフ思いますね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。